ありがとうございます。はい、気持ちです。お願いします。はい、早いもので、よし、はい、最終日、はい、ですね、もう終わってしまいますね。あと、よし、必要がある。はい、1曲目は一番きっと話し合いをしたであろう曲、花鳥風月をやりました。合宿のイントロトーンでも流れて非常に思い出深いですね。はい、一番ね、これが何だろう、二人とも結構本気でやれるんじゃないかなと思って選びました。震えが止まらない。どうしようかな。あ、そうだよね。払えよ、もう。そうか。すごいじゃん、ちんちゃん。過ぎ去ったなと思います。ただなんか色濃く深くやってきたので、2年間っていうとなんだか短いような気も私はしています。はい、ちょっと準備します。いいなと思いますが、まあどうなるかわかんないですね。
はい、あ、よかったという曲をやります。聞いた？わかる？
一本でやってみたい、歌でみんなに見せてみたいっていうことを言って、まあ、こういう形になって私は歌だけに集中させてもらえて本当に良かったなって思うんですけど、まあ、キーボとね歌だけってやっぱり限界があって、まあ、その中でなんだろう、キーボだけでやってる曲なんてはないじゃないですか。全部ねドラム使ってたりオーケー使ってたりだのなんだりあって、その中でいかに私の歌を生かそうかと、ちいちゃんバースを考えてくれていたなと思います。すごい工夫が多くて、私が歌でカバーしきれないところをたくさんカバーしてもらっていたなと思います。あれ繰り返しやんそうなの、はい、んで、まあね、私はもうネガティブ発言ダダ漏れだったのでもう皆さんもあれだと思うんですけど、うん、まあ自信はなくてですね、で、まあその中で歌ってやっぱり頑張っていきたいって思った時に、まあ一つ私の中で3年生の時失業者を始めた目標というか、まあ、うん、隠れた目標がありまして、まあこうやってあの学科でもここでもまあ仲良しなんですけど、まあそういう仲良しだからとか、うん、まあ仲いいからっていう甘え抜きで、ちいちゃんに、夢の歌でよかったと見て、うん、認めてもらえるようになりたいなっていうのが、隠れた目標でした。で、まあさっき言った通りね、お互いなんだろう、入っちゃいけない領域が分かっていて、できていないこととか触れちゃいけないことに、なんだろう、触れないからって言って仲が悪いじゃなくて、そっとしておいてくれる感じなんですけど、イエーイイエーイそっとしておいてくれるその関係が非常に心地よくてですね、まあたくさんね弾き語りでも言いましたが、勝手にもがき苦しんだ私なので、できない時もいい時も誰よりも多分一番私の歌を聴いたのはちいちゃんだなと思います。不意にね練習の時に言うんですよ、急に、あの、えみちゃん上手くなったね、それが何より嬉しくてですね、あ、本当の言葉だなと思って、まあ、それを励みに、ちいちゃんの言葉を励みに、そして皆さんからね、やっぱり失業虫に関しては一番コメントもらったんじゃないかなと思います。後輩からも失業虫の話しますなんて可愛いこと言ってもらったりして、ここまで思ってくることができました。一番そばで支えてくれて本当にありがとうございました。はい、私弾き語りをやらないので、自分のこともちょっと話させてもらうと、弾き語りやんなよって去年の追い出しくらいにゆりさんに言ってもらったんだけど、やらなくてよかったなと思ってます。一人では手に立てないよねみんなやってるなと思うし、私は誰かのためにやることが好きなので、基本的に自分のためには頑張れないので性格的にも弾き語り言われなくてよかったかなと思います。あの、弾き語りはできるので、
きながら歌えるじゃないですか。だから私が必要なのかなって思った時もあったけど、まあきっと弾き語りの時はいろんなことを頭を巡らせてるから歌にだけ集中はできてないんだろうなと思うし、そういう意味ではああ、みたいな言葉を借りるじゃないけど、私のボーカリストなんで私のものなんでみんな自慢してる歌にもそうそう、私のボーカリストなんでと思ってます。ユーミーとは息を合わせなくても息が合うので、あ、最初は合ったね、最初は合わなかったけど、探れてきたり、だんだんユーミーはブレスしてからちょっと立たないと声が出ないので、それも分かってきて、テンポ速くならないねとか、ここでいっぱい吸いたいんだろうなとか、ここで入れたいからちょっと待ってあげようとか考えながらやっておりましたね。やば、こんな風になりたいと思って入ったサークルなので、そう言ってもらえるのが一番あなたになったらな、嬉しかったですね、嬉しかったですね。これも何回も言ってますか、後輩にはぜひやりたいことを早く、あ、いろいろ手出してみたらいいと思うんで、いろいろやってみたらいいと思うんで、はい。で、同期には、感謝してるので、私はそう弾き語りしなきゃよかったとか言ったけど、最初大学1年に入った時サークルは音楽入らないって思ってて、まあ、学科が音楽なんでこれ以上音楽やってもって毎日音楽になっちゃうからって思ってたんだけど、結局入ってしまって、まあ、音楽尽くしの生活になり、なのでそれでよかったんだけど、結局自分ができる楽器キーボードしかやらず、本当は言ってみればベースもドラムももうちょっとちゃんとやってみたかったっていう、それで、あ、いろいろできると思って生音に入ったのはあるけど、結局やれずってなってたところを、まあ、ユミカナミとかがこう汲み取ってくれて合宿でやらせてもらってっていう意味では、本当はわがままな人間だけど、みんなに合わせて生きているので人に合わせて生きるのが、好きなのと、まあ、臆病なのもあるんですけど、そういう意味では男性陣も女性陣も同期は汲み取るのが上手なので、いつも助けてもらっていたなと思います。はい、ゆみちゃんはみんなずっと最初から上手いと思ってるでしょ違うのよ最初から上手かったんだけど、最初から上手かったんだけど、やっぱり2年の時やった事変とか、まあいろいろ詰まったものもろ、いろんなものにボーカルとして挑戦して、いろんな歌い方を知って、自分の歌い方も見つけて、一時期その人のカバーは上手だけどって言って、ゆみの自分のものがっていう風にこうなんか、ね、悩んでいたけど、それはもう今は完成していると思っているので、ゆみにしか歌えない歌があると思うので、そうだね、ゆみじゃないとダメだよねと思います。これからエメとか聞いてももうゆみの声でしか流れないこうやって歌うだろうなとか、はい、ゆみもやれてよかったね、きっかけを作ってくださってありがとうございます。テラの皆さん、ありがとうございます。
こうやって4年になったのに1年の時の4年生が来てくれるのはとっても、いやすごいことだよね。だってすごいことだと思うんですよ。私すごくない？それで一緒に出ようって言ってくれるとか、そうだ、いや本当に本当にすごいことだと思うし、それは、まあ、自分が築き上げてきたものなんだなっていう自信にもなったし、自分だけじゃなくて同期たちの人柄なんだなと、また来たいと思ってもらえる場所を作れたんだなっていう意味では、そういう、生音っていう帰る場所をなくしちゃいけないと思ってたので、目標達成だなと思います。はい、いいですよ。どうですか？うん、うん、はい。じゃあ私ね、4年間やってきて、これで最後なので、では、うん、私も今最後って気持ちにはなってる。そうだよ、ね、まあ本当に私最後なので、歌ばっか歌ってきた歌ばっか野郎でしたが、それで、あの本当に鏡も言ってた通りね、この温かな空間がとても好きでした。生音のみんながね、あの温かく聞いてくれるこの場所がとても好きだったので、皆さんこれからね、後輩の皆さんどんどんやりたいことやっていってほしいなと思います。まあ卒業しますし、私誰よりも遠く離れるので本当にさようならなんですよ結構だなと思っています。なかなかきっと来ることはまあできないでしょうと思っているので、うん、こうやってね、はるばる静岡に来てみんなとね巡り合えたご縁にね感謝したいと思って。静岡来てくれてありがとうみんなといろんなものをね結んでいけて本当に良かったなと思います。4年間本当にお世話になりました。ありがとうございます。じゃあ終わっちゃうね。いじってもらった曲をやりましょうたくさんいじってもらった曲を、タクノミでもみんなが大合唱する曲を嬉しかったね、あれは嬉しかったよ本当に嬉しかったあれは嬉しかったわあれは嬉しかったあれは嬉しかった。はい、そんなね、はい、素敵な巡り合わせに感謝しながら、私たちの一番大好きな蝶々結びをやって終わりたいと思います。ありがとうございました。欲しいの。
だけど解く時もそうちゃんと同じようにね。わかってるよでもできたらね。せーので引っ張って解けやしないようにと願って力込めては、広げすぎた羽に戸惑う。羽は大きく結び目は硬くなるように気づく。結んでいて欲しいが夢はここに、思い出ありがとうございました。